鼻の中はあまり見えないんだけど、ちょっと変化つけたかったので入れときます。はい、またまたね、雑談タイムではありますが、私があの現代のね、水墨画画家さんの中で、拝見させていただいている、推しの画家さんはですね、あの2番目に、支持させていただいた牧雄先生、白朗先生。白朗先生はね、あの YouTube もされているので、あのよく拝見してます。そして小林東雲先生ですね。小林東雲先生は本当にあの水墨画始めた頃ぐらいからあのよくあの拝見していたので、本当にあのいやもうリスペクトですよね。どの先生もあの尊敬申し上げております。葉っぱは色使わずに墨でいきたいと思います。もうね、あの信じられないことに、あの小林東雲先生がね、こちら の, あの YouTube チャンネルもあの見てくださっていらっしゃるみたいで、もう大変光栄なのですが、あのコメント欄の方にもねメッセージ入れていただいたりしていて、本当に本当に本当に小躍りするぐらい嬉しい思いを、はい、最近しました、はい。そしてあの藤原六間堂先生の作品も大好きで拝見させていただいてます。もうすごく尊敬申し上げていて、もう見るだけでワクワクしちゃうんですよね。大好きなんで、惜しいです、大好きですね、はい。大変こんな惜しいなんて言うとね属性的でちょっとあの失礼に当たるかもわからないんですが、水墨画が始めた頃からね、拝見させていただいている先生ばかりなんですけれども、いろいろと思うことは、本当にあの命を削ってね、描いているので、あのやっぱり敬意を持って慎んで拝見させていただいてます。はい、まあ、私の推しの推しって言っちゃダメ推しのですね、先生方のお話でした。いやーもう超楽しいすごい楽しいですね、こうやって描いてるとね。
かしら。はい、できました。津田桜完成です。はい、これで創作風景終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。